これにてラスト。さあということで今回もやってまいりましょう。どうもララでございます。ということで今回も引き続きスマホ版にゃんこライセンスを本枠の方でやっていこうかなと思うんですけれども、もう早速本題に入りましょうか。で今回ですねやっていく内容に関してはちょっと待って、なんか唇が冷たいんだけど、なんか血出てんだけど、え、なんでなんで、ちょっと待って、なんか唇負傷してるんだけど、ちょっと待って、なんかおかしいなと思ったら、ちょっと、いや気にせずやっていきましょう。はい、こっちだ。多分ラストステージだと思うんですけれども、今回はアンデッドハザードに挑戦していこうかなと思います。謎の負傷。さあということで早速やってまいりますか。いや本当になんで唇から血が出てるのか全くわかんないんだけど、まあ、とりあえずやっていきましょうか。まあ、ちょっとちょこちょこティッシュで口拭きながらやっていこうかなと思うんですけれども、とりあえずアンデッドハザード多分これでラストだと思うんで、ラストステージの方やっていくわけなんですけれども、そうだ、まだやる気の方が回復してないんで、もうめんどくさいんで猫ビタン使っちゃおうかなと思います。もう待てられないよ、287分なんで、まあ、待てられないんで、もう使っちゃいます。はい、さあ、ということで、じゃあ早速挑戦していきましょう。ラストでございます。こちらでございますね。突然変異、レベルマックスでございます。まあ、とりあえずですね、なんか今のところそんなに難しくないんだよね。そう、なんか8ぐらいからちょっとやばいのかなとか思ったけど、まあ、トロリンチョが来たぐらいで別にそんなにきつくなかったかなっていう印象だったんですけれども、まあ、もしかしたら最後のステージでね、ぶっ飛んでくるかもわかんないんで、まあ、その辺はとりあえずですね、まあ、また今回もダメ腐った編成でやっていこうかなと思います。で、編成に関してはまたまたこれでいいかな。マスター&ですね、まあ、リベンジコンボでやっていこうかなと思います。コンボっていうかコンビですね、コンビでございます。はい、まあ、他にですね、まあ、属性が出てきたら、まあ、編成変えようかなとは思うんですけれども、まあ、ステージによってはねゾンビだらけのことが多いんで、まあ、この2種類でですね、まあ、やってみたんですけど、なんか意外といけたんで、じゃあとりあえずまずは様子見でこの編成でやってみようかなと思います。にゃんこ法に関してはエンジェル法でいこうかなと思います。ちょっと待って、本当になんかさ唇の負傷がなんか思いのほかやばいんだけど、俺何した、全然覚えてないよもう。いやもういいや、早速やっていこうか。気にしたら負けでございます。はい、それでは早速参りましょう。さあということで早速やってまいりますよ。お、背景に関してはこれはあれかな、古代研究所と同じ背景、ちょっと違うのかな。まあいいや、とりあえずやっていきましょう。待って、エイリアンか、エイリアンか、いや大丈夫かな、なんかこれ怪しいな。エイリアンでしょ、この流れってことは多分ボス戦も多分ねちょろちょろエイリアンが出てくると思うんだよな。いけるかな。あー、よし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 、オッケーオッケーオッケー。どうなんだろう、なんかパラサイドブンブンとか来そうな予感がするんだけど、そうじゃないかな、どうなんだろうね。いやー分からんけど、まあいいや、とりあえずこんな感じでやっていきましょう。まあ一応、あ、もうチキランが結構厄介だけど、またまた多分結構出てくるんじゃないこいつのことだから、多分大量は来そうな感じもするけど、まあボス戦がどれなのかさね、まあ、早速見ていきますよ。あー、チキラン多いな、しかしながら、おいおいおい、さあもう早くボス戦に入りたいんだから、こっちとら早く。さあどうだ、あー、なるほど、なんか別にそういう、あー、うーわ、ちょっと待て、あー、なるほどね、これだと、うわ、やっぱりなんか対エイリアンのキャラクターちょっと入れたかったなこれ。まあやってみよう、いや、とりあえずやってみよう、なんとかなりそうじゃないかな、なんかそんな気もするから、ちょっと待って、とりあえずスロット1円数にするか、そっちの方がやりやすい。あ、ちょ、戻らない戻らない、よし、 OK、 再戦でございます。危ないな、いやー、ちょっと待てよ、あー、わかんないな、ちょっとこれまずいかも、待って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 、思いのほか結構やばいぞこれ、うーわー、これやっぱ増やすか、やっぱ無理か様子見編成はさすがに無理か、あー、いや結構強いいや早いね、なるほど、さすがにこの編成無理じゃ、無理でございますね。じゃあリベンジしていきましょうか。じゃあどうしようかな、とりあえずは何がいいかな、まあ、やっぱニャンマでしょ、やっぱニャンマと、あとはそうだな、まあちょこちょこそうだね、エイリアンが邪魔になってくるんで、まあとりあえずあれかな、ブランカ突っ込んでおきましょうか。どこだブランカは、ブランカどこだ、あ、いた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 、ちょっと待って、行き過ぎちゃった、ブランカブランカ、いたいたいた、ブランカと、あとはそうだね、まあキョンシーでいいんじゃない、これでいけると思うよ多分。じゃあ再生、
さあということで本日2回戦目でございます。なんかすごい適当になっちゃったけど大丈夫かなこの編成で。まあいいか。まあとりあえず序盤に関してはお財布ダメかな、とりあえずはね。なのでちょっと一旦様子見ていきましょう。落ち着け落ち着け落ち着け。危ない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 、ちょっと待って、危ない危ない、思いのほか危なかった、ちょっとびっくりしたな。もうよし、じゃあもうこっからガンガン出していきましょうか。さすがにこれだったらいけるんじゃないかなとは思うんですけれどもね。まあわからん、そんなこと言って負ける可能性もあると思うんですけどいや、とりあえず適当にやっていきましょうか。さあとりあえずもうエイリアンがちょっと邪魔だから、ここでとりあえずよし、オッケー、バリアを割ってで、とりあえず今のうちだ。よしよし、トロリンチョが結構多いからね、これがなかなか厄介なんだよな。で、あとはそうだよ、忘れてたよ、この小舟のゾンビバージョンのやつ、こいつの存在完全に忘れてたけど、まあでも、まあ数いりゃなんとかなるかなっていう感じがするんで、とりあえずトロリンチョが邪魔だから早めに倒しておきたいところかなとは思うんだけど、また来ましたね、グレゴリーがなかなか邪魔なんだよな。こいつが、あ、待って、危ない、もうこれはちょっと怪しいな、トロリンチョ、待って、3体ない？ちょっと数が多いな。ちょっと1体ぐらいはちょっと抑えときたいな。ちょっと3体はね、やばい、結構数がやばいから早めに倒しておきたいところだけど、なんかびっくりともしないね、これは危ない、ちょっと危ないよ、危ない、ちょっと早くでもエンジェルフォー打ち込みたい。いやー、これでどうだ、何にも起きなかったね。あ、ちょっと待って、これ、嘘でしょ、待って、ダメだったんだけど。あれ、ちょっと、おかしいな。たまにはガングリオン使ってみるか。ちょっと待って、これ意外とむずいぞこれ。待って、結構ね、これゾンビがなかなかやばいな、これ思いのほかやばすぎる、マジで。ちょっとね、これやばいな、これ舐めてかかるのはよくないよ、普通にあの編成じゃ無理だったもんね、やばすぎる普通に。いやでもどうだろう、ガングリオンとか入れてみたけれども、あ、しましょう、今のところは大丈夫そうだな。久々にそうエイリアンもいるしゾンビもいるからね、ガングリオンいいんかなと思ってね、ちょっと入れてみたけど、やばいな、ちょっと急激にちょっと難しくなりすぎじゃないの。レベル9まではすごいぬるかったのに急に上がりすぎだって。あー、まだ、あとこのトロリンチョ、そう、この3積みがやばすぎるマジで。これがね、なんとかなるかならないからだいぶ変わってくるんだけど、いやー、マジか、危ない、ちょっとこれなんだよ、トロリンチョがマジでやばすぎる、こいつがね揃っちゃうと良くないのよ。あー、これちょっとまずいな、ちょっと待って、これはちょっとよろしくない、ちょっと待って、よろしくない、いやー、一体倒れたか、よし、なんか強いんだよねこのゾンビたち、待って、これ大丈夫ぞ、これちょっと待って、俺これ無理かもしれんぞ、嘘、もうがっちり編成、待って、これでもダメ、ちょっと何が起こった、ちょっと待って、今回めちゃくちゃ時間かかるかもしれない、待って、勝てるのかこれは、ちょっとゾンビがやばすぎるんだけど、なんか序盤はさ調子いいなとか思ったら後半めちゃくちゃどんでん返しされるんだよね、これやばすぎるってマジで、いやー、思いのほかえぐいよマジで、どうしよう、
トロリンチョがもう思いのほかやばい。もう待って、トロリンチョ嫌いになりそう本当に。ちょっと勘弁してくれ。やばい。俺これで勝てなかったらもうなすべないよマジで。もう思いつかないよ。あーもうやめろ、待って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 、もうこのさゾンビのこれよ、これこれいやらしいのもぐらんといてマジで。あーこれだよね。うわーまずい、これはまずいまずいまずい、危ない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 って、危ない、落ち着け落ち着け、もうマジでもう潜らないで、もうゾンビこれなんだよ。え、もうさ、やばくないこれ、ちょっと危ないよね、危ない危ない、これ負ける負ける、待って、普通に負ける、待って、もうこれよ、何やってんの。落ち着け落ち着け、もうもうやだ、もうこのゴママジでやだ、本当にもうもう本当にマジで、もうこれ夢に出てくるよ、絶対夢に出てくるやつだ、もうよしよしよし、待って、あともう少しなんだから、もう勝たせてくれよ、もうちょっと待って、やばいよ、過去一でやばいかもしれない、もうやめてくれ、あ待って待って、まずい、これまずいかも、ちょっと危ない、本当に危ない。あすっげえヒヤヒヤする、ちょっと危な危な、これマジでやばいって、今回何回負けた、もうめちゃくちゃ負けた気がするんだけど、ちょっとやばいな、このゾンビやばすぎるね、いや本当にやばいわマジで。ちょっと何が起こったの、キューとさこの最後のステージの間に何が起こったのマジで。これここまで難しいんだったらさ、レアチケットにしてくんない、チケットがちょっとニャンコチケットだとちょっとなんかでも物足りないよこれ、まあいいか。はい、ということで今回はですね、はい、こちらアンデッドハザードでございます。最後のステージにね、挑戦したわけなんですけれども、ちょっと急に難しくなりすぎだよ、ゾンビがガチガチすぎてね、ちょっとすごい負けましたけれども、まあ最後になんとかですね、まあ、逆転できたので良かったのかなと思います。ちょっと思いのほか時間かかったんで、今回もね早送り全開でやろうかなと思うんで、できるだけちょっと短くしておこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。なんかおすすめの編成がありましたら教えていただければなと思います。また次回動画でお会いしましょう。またねー。